ヤーコップ・バッカーナーゲルヤーコップ・バッカーナーゲルはスイスの言語学者。サンスクリットや古代ギリシア語の比較言語学的研究で知られる。また、ベル,ドルトルとデルブリュックと並ぶインドヨーロッパ語族の当時論の研究者でもあった。バッカーナーゲルはバーゼルで生まれた。父のビルヘルムはドイツ学者、弟のルドルフは歴史学者。ヤーコップの名は 名付け親であるヤーコップ・グリムから取られた。バーゼル大学、ゲッティンゲン大学、ライプツィヒ大学で西洋古典学、歴史学、比較言語学を学んだ。特に影響を受けたのはゲッティンゲンのテイオドール・ベンファイだった。バーゼル大学ではフリードリヒ・ニーチェンに学び、1875年に同大学の博士の学位を得た。その後はバーゼル大学の指向師として教えた。 1879年にニーチェがバーゼル大学を去るとその後継者としてギリシア語学、文学の教授に就任した。1902年にはゲッティンゲン大学の比較言語学の教授の職につき、1912年から翌年にかけては同校の副学長を務めた。バッカーナーゲルは1912年の陰ー語学会の創立メンバーの一人だった。 第一次世界大戦が勃発したために1915年にバーゼル大学に戻り、無給の言語学、古典文献学教授になった。バーゼル大学では1890の1891年と1918から1919 19年に学長を務めた。1936年に退官し、1938年にバーゼルで没した。記念碑的な体調。 古代インド語文法は、サンスクリットの文法書で、著者の死後、デブルンナーによって継続されたが、第四部にあたる、動詞部分は出版されず、未完に終わった。1916年には、ホメーロスの言語学的研究を出版した。主張、当時論講義は1918年以降に行った2回の講義をもとに書かれた本で、 実際の当時論に関する第3回講義の部分が出版されなかったため、第二反してこの本では当時論そのものは扱われていない。高津春重は、この形態と結合に関して最も素晴らしい、あらゆる点で独自の研究と考慮の及んだ論述と称賛している。1955年と1979年に論文集が出版されている。ありがとうございます。